えー、南野良かったな。南野どうでした南野良かったと思いますよ。まあ印象的だったプレーが右サイドから左サイドに展開されるっていう場面でサイドバックにボールが出たと。で、南野がここでですね、ちょうどこの中盤のボトムのスペースで南野がフリでいたんですけども、相手の中盤がこのサイドバックに当たりに行って、 で、フリーだったんですけれども、ボールを受けに行きながら背面視野得て、で、自分にマークがついてないってことを確認しただけじゃなく、ヘンダーソンがフリーであると。例えばここで南野がボールを受けるとですね、こういう状態で受けるわけですよ。前にパスコースが1、2、3です。えーですが、ここでヘンダーソンがボールを受けると、南野がここに入ることができると。そうするとヘンダーソンから見ると、1、2、 3、4、1個増えるだけじゃなくて、南野っていうここのトップの列からちょっと低い位置に選手がいることによって、縦パスが入った後のバックパスでターンせずに前を向くということができるということもあって、とにかく南野がこのサイドバックからボールを受けるときに、背面視野を得て、ヘンダーソンにここのエリアを渡すということをしまして、で、ここからパスを受けることなく、あえてこの選手の四角に隠れてパスを受けないポジションを取って、 で、それによって、この相手の中盤ーーもまたマークについて、で、このヘンダーソンがフリーになると。で、ヘンダーソンがボールを受けて、で、南野このゲートで受けれるようなポジションを取りながらも、ジョータが降りてきたんですかね。で、ヘンダーソンがまたサイドに出して、南野がこのディフェンスラインのここでボールを受けると。で、受けて、また高い位置を取ってっていうプレーをして、横パス、オリギーに渡したという場面がありましたね。 機動力だったり、この場面以外にもですね、例えばこういうサイドから、ジョータが降りてきて、 ボールをジョタが呼び込んで、ディフェンスラインが高くなっちゃうんですけど、南野がすぐにジョタの代わりに高い位置を取ることによって、また相手のディフェンスライン下げて、バイタルに空間作って、で、ジョタが前を向くみたいなシーンも作りましたよね。だから、これはこれで南野の一つの中盤で使った時のプレイスタイルということで、良かったと思うし、南野という選手がうまくそこら辺アピールできたんじゃないかなと思いますね。